ウルトラファンタジーは、香港の競争場。主な勝ち倉にスプリンターズ・ステークス、スプリントカップがある。当初は、キーラゴの場名でデビューし、5戦1一勝。迎えた2009年、2010年シーズンは飛躍の年になった。9月16日のビッグウェーブ・ベイ・エイチで、単勝84倍の人気薄ながらも2着と構想。中8日で出走した、チェンシャン・エイで3番手から抜け出し、 勝利。当初は、セントールステークスの出走を視野に入れていたが、辞退して、スプリンターズステークスに直行。迎えた、スプリンターズステークスでは、はじむかい境地上で10番人気。花を切り、そのまま粘り切って逃げ切り勝ちを収め、海外 GI 制覇となった。8歳での平地 GI 勝利は、カンパニーと並ぶ、最高霊体。外国馬の優勝は2006年の、 テイクオーバーターゲット以来4年ぶりのこと。香港超強馬の優勝は2005年のサイレントウィットネス以来5年ぶり史上2投目。その後12月の香港スプリントへ出走し、道中は2番手を追走も直線で失速し、最下位の14着に敗れた。その後参戦するが未勝利に終わり、現役を引退した。ありがとうございます。